ラフテルが海底にあるっていうのはパンダマンの冒険が予言になってるんだったら完璧に回収できるんだよ。どうすればいいのかっていうね、3点でいけるよな。でも4つのロードポーネグリフを示して1個足りないとしても3つさえ分かってたら絶対にいけるよね。その3辺のどこかでしかないよね。三角形の辺のうちのいずれかだっていうさ、数学的に言うとそういう話じゃないですか。論理的にはそうだよね。あとその問題なのが、いつも言いますけど、まっすぐに進めないんだよな。今のルフィたちももう三角形を導き出せるもんね。三つの地点分かってるから。ただこの島からこの島に行く手段がないっていう、グランドラインっていう特殊な海域においてまっすぐ進めないんだよね。グランドラインって方角が分からなくなる、ログポースだけが頼りっていう設定がある以上、まっすぐ東、まっすぐ南、まっすぐとある地点に進むことができないっていうのがまず1点ある。ただそれは別に4つ集めても同じことなんだよね。で、神木さんが編み出したのが、2つの島に二手に麦わらの一味が分かれて、ビブルカードで距離をこう、もうちょい右、もうちょい右とか、ちょっとダッサいっすけど、方法としてはダッサいっすけど、それであればまっすぐ進めるよ。これ、小田先生クリアできんのかな？四つの地点を割り出せば、その中心に浮かび上がると、ラフテルっていうのが。ただ、数学的に言うと3点あれば、いや、たどり着けるじゃないですかっていう、あ、なるほどと。それは四つねえと、たどり着かねえわっていう解決をしてくれるのか、どうなのかっていうね。なんかもう一つ、なんかはありそうだよね。まあ、場所は分かったかとかっていうのもあったけど、なロジャーのロードポーネグリフ3つ分かってるけど、読み解いた内容の地点がここっていうのは、いや地点はここは分かってないですね。まだ例えば青森、宮城、山形が3点だとすんじゃん。もう1点が福島であろうが東京であろうが変わんなくね。四角形の形は変わるけど、いずれにせよ山形、宮城の延長どこかにあるって話じゃん。あ、だから見つけにくいんじゃね。辺はわかるんだけど、辺のどこかにあることはわかるんだけど、縦がわかんないと、そのズバリどこっていうのが言えないってことね。山形寄りかもしんないし、宮城寄りかもしんないし、最後の4点目が東京か沖縄かっていうところで、どんどん山形寄りになるわけじゃん。この線上にはあるんだけど、山形宮城間の線上にラフテルはあるんだけど、どこにあるかをズバリここって突き止めるためには4点目が必要っていう話じゃん。その島を見た瞬間にラフテルだとか、もう目に見えて視認できるんだったら、その延長線上を後悔すれば、いずれラフテルにたどり着くっていう頭で我々はいるんだけど、4点目次第で中央が変わるんだよね。そうなんだよね。だからその線上にあることは大きく確定はできるんだけど、その4点目がどこかによっては、それをズバリここら辺っていうことが言い切れなくなる。で、つまりここから何が言えるということは、4つのロードポーネグリフを集めないとラフテルたどり着けないっていうことを信じるのであれば、3点が分かったからってラフテルにはたどり着けなくて、ズバリここっていうピンポイントで4点目もちゃんと押さえた上で、宮城と山形を結んだ線の山形寄りのここっていう風に、そこまでわかんないとラフテルを見つけることができない仕掛けがある、ギミックがあるって考えるのが自然なのかな。例えば世界地図だとして、中国とインドと日本を三角形でつなぐとするじゃないですか。四つ目のロードポーネグリフはこっちだったとしても、こっちだったとしても、こっちだったとしても、とにかくその三つの天井にはラフテルは浮かび上がるはずっていう。だからここ後悔すれば、たどり着いちゃうんじゃねえのっていう欠陥だよね。まあある種の。これを納得できる回収の仕方をするとしたら、そこに上下の動きを加えるものっていう考え方なんだよね、多分ね。で、それの示唆になってるのがノックアップストリームで、それこそ、そのラフテルにどうやってたどり着くかになんか結構近いような気もするんだよな。東西南北が分からなくなる、まっすぐ進むことができないのがグランドラインっていう設定があって、巨大な渦がどこに出てくるか分かったとして、どうやってまっすぐ進むんだっていう、そのグランドラインの性質をそのままその物語に利用したのがあそこだったじゃん。で、どうやって南に進むかというと、ある鳥の習性を利用するって言って、サウスバードをどんな状態でも南を向くっていう鳥を利用して、その渦に向かって上下の動きで、空島の場合は上に行ったと。黄金鏡は空にあったんだ、黄金の鐘を鳴らした、あいつら無事でよかったぜ、
いや、どんなロマンを探そうか、みたいな、モンブランとルフィの熱い友情というか、信頼と流れみたいなのがあって、それの深海なのか、海底バージョンみたいなのが、ラフテル。ラフテルはそこにあったのかっていう話なんだろうね、多分ね。三地点でもたどり着くことができないっていうギミックだから、四つ目を絶対に見つけないといけないっていうことも説明できるし、めちゃめちゃ重要なソラデマとの対比にもなってるし、っていうところだよね。で、あともう一個根拠を付け加えろって言うんだったら、パンダマンの冒険だよね。その25回未来の四皇が示唆されてたっていうあの表紙からパンダマンの冒険っていうのがコミックスで始まって、表紙引っぺがすとパンダマンが冒険してると。で、25巻から70巻までパンダマンがいろんな行動をしたり、誰かと会ったり、なんか UFO 出てきたりっていうのがふわってある中で、途中、世界地図の中でちっちゃいパンダマンが、なんか動いてるみたいな中で、一個扉絵っていうか、もう絵の時あるんだよね。で、それがパンダマンが海底をこうやって泳いでる。で、海底を泳いでて、そこに財宝がブワーってあるみたいなやつなんで、ラフテルが海底にあるっていうのは、パンダマンの冒険が予言になってるんだったら、完璧に回収できるんだよね。歴史のすべてをラフテルに置いた本元はおそらく巨大な王国の生き残りでしょう。自らの国を滅ぼされ逃げた先であったはずの最果ての島ラフテル。彼らの追い込まれた状況を想像するとある仮説が立てられます。それは、歴史のすべてが置いてあるラフテルは政府の証拠隠滅を避けるため、その場所を島ごと大きく移動し、さらに800年間政府の目を欺き通せるほどのある仕掛けが施されているのではないか。はい、詳しく見ていきましょう。まず一見不可能に感じる島の移動に関してですが、ワンピースという物語においてはたびたび描かれてきた描写でもあります。オーズの国引き伝説、リトルガーデンの島食い、四季のふわふわの実の能力など意外と豊富なパターンがあることは判明しています。そして何より1000話直前でカイドウがぶちかましたこの描写、これは最終回に突き進んでいく今後のワンピースにおける尾田先生からのヒントと捉えることができると思うんです。かつてこういう手段で島を動かした過去があったと。ただ島の移動が可能だとしてもラフテルが移動した根拠にはなりませんよね。ここでラフテルが場所を変えたと思われる根拠を3つ説明したいと思います。まずワンピースという物語における忘れがちな設定の一つでもあるグランドラインに点在する島々は特殊な時期を帯びているということを思い出しておきましょう。さらに例外パターンとしてパンクハザードのような時期を発しない島の存在も明らかになっています。これ悪魔の実の能力や科学力が用いられていないとするならば、可能性としてグランドラインの外から運ばれた島であるかもしれませんよね。そして映画スタンピードではラフテルのエターナルコースが登場したため、少なくともラフテルは時期のある島でありグランドライン上にあった島ということは確定しています。しかしそうすると一つの矛盾が生じます。ラフテルに行くためには4つのロードポーネグリフを集め、その位置を特定する必要がある。ここですよね。仮にラフテルがグランドライン上にあるならば、4つのロードポーネグリフを集め位置を特定できたとして、その場所までどうやってたどり着くのかという点です。方角を確認する術すらなく、一切の常識が通用しないのがグランドラインであり、信じられるのはログポースのみというのが作中の設定です。しかし現実的にラフテルの位置を特定したロジャー海賊団は見事ラフテルにたどり着くことができています。そう考えると必然的にまともな航海ができないグランドライン上ではなく、時期や気候が安定しているグランドラインの外に位置している確率が上がりますよね。続いて2つ目の根拠です。ロジャー海賊団は前人未到のグランドライン制覇を果たした後解散しました。そして船長であるロジャーは一番最初に船を降りたことが判明しています。エースの母でもあるポートガス・ディ・ルージュが潜伏していたのがサウスブルーのバテリラであることを考えると、やはり余命いくばくもないロジャーはそのままサウスブルーにて船を降りたと考えられるのではないでしょうか。さらにその次に降りたのがオデンです。グランドライン後半、新世界ワノ国ですよね。ワンピースの世界の地図はこんな感じになっていて、グランドライン前半の海と接しているのがイーストブルーとサウスブルー、グランドライン後半の海、新世界と接しているのがウエストブルーとノースブルーになっています。つまりロジャーとオデンがサウスブルー、ワノ国という順番で下船したことを考えると、ラフテルは少なくとも新世界側ではなく前半の海側、イーストブルーかサウスブルーにあるのではと考えられるわけです。クルー思いのロジャーがオデンの住むワノ国の現状をある程度知ってるにもかかわらず、我先にサウスブルーに向かうとは思えませんからね。800年間ロジャー海賊団以外たどり着けなかったラフテル。巷でよく言われているのが空島説、海底に沈んでいる説、月そのもの説などでしょうか。
確かにどれも政府には見つかりづらい仮説だとは思います。ただ空島も魚人島もすでに作中に登場しています。物語の最後の最後の島であるラフテルにすでに登場している島の設定を用いる可能性は低いように感じるんですよね。ラフテルはスカイピアと同じように空に浮いていた。ラフテルは魚人島と同じように海に沈んでいた。どちらもインパクトに欠けると思うんです。となるとラフテル月そのもの説にスポットが当たりますが、仮にそうだとしたらわざわざ4つの朗読を巡り組み4つの地点を書き残す意味がありません。絶えず星の周りを回っている月の位置を特定することなんて不可能ですし、どうしても4つの石に情報を分散させたいなら暗号などを用いるはずです。朗読を巡り組みを4つ集めるとラフテルが月であることが判明するという感じですよね。しかし実際はそうではありません。ではラフテルにはどんな仕掛けが施されているのか。作中に散りばめられた伏線から導き出した俺の結論は、ラフテルは意図的に作り出された大規模なミラージュ、蜃気楼によって守られている島である。はい、800年間誰もたどり着けなかったラフテルに施された壮大な仕掛け、この仮説は作中3つの伏線をベースにたどり着くことができました。そちらを紹介していきましょう。まずはラフテルのギミックの生命線でもある蜃気楼。作中の根拠を紹介する前に現実世界の蜃気楼について簡単に説明させてください。非常に重要なポイントになります。蜃気楼とは大気中で光が屈折することで起こる現象です。そのメカニズムは非常に複雑でまだまだ解明できてない部分もあるんですが、大気中の温度差や密度差によって光が屈折を起こし、遠方の風景が伸びたり反転したり虚像が現れることがあるというのが通説です。まあいわゆる不思議現象ですねでこの説明を受けてこう考える方もいらっしゃるかもしれません。いやいや、現実世界は現実世界、漫画内の設定は漫画内の設定なんだから関係ねえだろ。俺自身もワンピースを全く知らなかったら当然そう考えるかもしれませんが、決して無関係ではないことを分かっていただくためにも、まずは波のミラージュテンポという技について考えていきましょう。非常に使い勝手が良く応用力も高い波の必殺技ミラージュテンポ。この技はヒートボールとクールボールによって極端な温度差を生み出し、光を屈折させることにより分身を作り出したり自分の姿を消したりできる技という説明があります。はい、この時点で多少の漫画補正はあるものの、現実世界の蜃気楼の設定を忠実に利用していることはわかりますよね。さらに実際に存在そのものが消えるわけではないため、ラフテルの存在意義でもある莫大な財宝を隠すという目的で利用する際、非常に都合がいいこともわかっていただけると思います。続いて島一つを丸ごと消すために必要なエネルギーについて考えていきましょう。記憶に新しい赤犬 vs 青キジの対象同士の大喧嘩。その舞台となったパンクハザードでは両者の凄まじいエネルギーの衝突がこの島の天候をも変えてしまったという描写がありました。ここで大事なのはマグマグとヒエヒエの影響がずっと島に残っている点です。先ほどのミラージュテンポが生み出す極端な温度差を常に再現しつつ、かつその影響をずっと残せるとしたら、この2つの能力は不可欠です。マグマグとヒエヒエはそれぞれメラメラとユキユキの上位互換でもありますし、ワンピース最新話付近では悪魔の実の前任者について描かれ始めています。それらを合わせて考えると、莫大な宝をラフテルに隠した者たちの中にいずれかの悪魔の実の能力者がいても不思議ではないと考えられるでしょう。さらにパンクハザードそのものは消えてなくねっていう点も661話にて描かれたこの描写。はい、パンクハザードの中心には赤犬と青キジが戦った爆心地があり、海水が流れ込んでいます。つまりこの流れ込む海水によって島全体の温度差がグラデーションのようになだらかになり、蜃気楼が発生する条件を満たしてないということがわかるんですよね。はい、島一つを丸ごと消すためのエネルギーの存在を確認できたところで3つ目の根拠を見ていきましょう。造編にて犬嵐が語ったラフテルの真実。本来ならばログの終着点で初めて気づくのだ。ポーネグリフと古代文字の謎に、そしてそれを生み出した文明と見えぬ最後の島ラフテルの存在に。はい、見えぬ最後の島ですよ。これを言葉通りに受け取るとマジで見えない蜃気楼につながるわけです。この3つの根拠、ミラージュテンポ、マグマグ VS ヒエヒエ、犬嵐のセリフ、これらに加え前回お話ししたラフテル移動説を組み合わせて考えると、ラフテルはサウスブルーに移動させられており、大規模な蜃気楼によって見えぬ最後の島として存在していると考えられるわけです。最後にこの説をさらに裏付けてくれる日本最南端沖ノ鳥島、この島がラフテルのモデルになっているのではという点を考えていきましょう。まずラフテルの大きさについて考えてみましょう。
いくら蜃気楼によって守られているとはいえ、800年の間に誰かが偶然たどり着いてしまっては元も子もありません。ここで生きてくるのがラフテルの名付け親がロジャーだということです。このことから元々ラフテルは島と呼べるほどの大きさではなかったと考えられますよね。はい、サウスブルーのど真ん中に周囲を蜃気楼で囲まれた非常に小さな島があるとしたら、誰かが偶然たどり着く可能性は極端に下がるでしょう。さらに小さな島の全方位に蜃気楼をかけるとしたら、物理的にはこうなります。もちろん真ん中がラフテル、そしてそれを囲む2つの円がマグマ層と氷山層です。こうすれば全方位に蜃気楼がかかり、どこから見たとしてもまるでそこには何もないように見えるはずであり、その中心となる島が小さければ小さいほど見つかりにくくなるはずです。ラフテルは非常に小さい無人島、ラフテルは2つの円で囲まれている。この特徴を考えると、現実世界の島、日本最南端沖ノ鳥島にたどり着くんです。この島に関して下手な発言をすると政治的な問題に発展しかねないので、あくまでも客観的にラフテルの共通点という視点でお話ししていきますが、まず何といっても非常に特徴的な沖ノ鳥島の外観をご覧いただきましょう。はい、ドン。どうすかこれ。先ほどお話しした全方位を蜃気楼で囲まれていると仮定した場合のラフテルの姿にそっくりだと思いませんか。ちなみにこの映像、後で詳しく説明しますが、1989年当時の映像なんですよね。現在の沖ノ鳥島はこうなっております。なぜこのような人の手が加えられた外観になっているのか、ご存じない方のためにささっと説明していきます。東京都小笠原諸島に属しながら日本最南端に位置するこの沖ノ鳥島は、昨今の海面の上昇によって水没の危機に瀕しているという背景があります。日本という国の国土や領土にも密接に関係している重要な島ということも手伝い、日本国家が莫大な予算を投じてこの島を守るために1987年領土保全工事を開始しました。つまりはこの特徴的な外観は島そのものが水没しないための対策の結果なんですね。さらに2008年には中国政府が沖ノ鳥島は島ではなくただの岩だと主張したこともあり、決して短い言葉でまとめることができないややこしさ、政治的な複雑さがあります。まあ現時点では国連からも認められている紛れもない日本の領土沖ノ鳥島ですが、これが島ではなくなった時、誰がどの程度の損失を受け、誰がどの程度の利益を得ることになるのか、そのあたりは俺は全く分かんないですけどね。ただこれらの歴史背景も含めてラフテルに似てるような気がしますよね。共通点をまとめてみましょう。はい、最果ての島ラフテル、これは日本最南端という沖ノ鳥島が持つイメージと一致する印象を受けます。そしてもともと名前すらなかったラフテルは非常に小さい島だという予想も立てました。さらに全方位に蜃気楼を発生するために2つの円で囲まれている可能性が高いということも考えてきました。そして巨大な王国はいわば国家です。国家が真実を守るために大規模な対策を講じたというのも沖ノ鳥島と完全一致しますよね。そしてここで重要なのが、ワンピースという物語の根本がいつ生まれたかです。ワンピースという物語は尾田先生が中学2年生の時から書き始めていた漫画です。1975年生まれの尾田先生が14歳ぐらいの時と考えると、だいたい1989年頃から構想が始まっていると考えられますよね。沖ノ鳥島の歴史に戻って考えると、先ほどお伝えした通り沖ノ鳥島を水没から守るために始まった領土保全工事は1987年に始まっています。そして工事が完了したのがなんと2年後の1989年なんです。そうです、先ほど紹介したこの形の沖ノ鳥島は領土保全工事が完了した直後の映像だったというわけです。さらに当時のテレビ新聞でもこの映像が大々的に取り上げられていたことは分かっています。日本史や世界史の設定をふんだんに盛り込んでいる尾田先生、いや当時の尾田青年のアンテナにこのニュースが引っかからない方が不自然です。そして言うまでもありませんが、ラフテル、ひとつなぎの代表、 D の意志などのワンピースにおける重要設定は後の肉付けではなく初期構想から綿密に作られていたはずですよね。となると当時の尾田青年が沖ノ鳥島のインパクトを最も重要な島ラフテルに取り入れていたとしても、何ら不思議はないと思うのは自分だけでしょう。